キャップマンに対しては西川がつくがリバウンド西川が取ります。早いパス回し、反対側でフィーラーが手を挙げますが、ここはバンクショットを決めていきました。おっと、ここはパスが乱れるところ、すぐに奪って速い攻めに変わる。ここもガルシアが起点になる。最後は7番の西川が決めていきました。逆サイドに振って、ここから田村が切り込んでいく。一旦外で3の1だ。松山リバウンドはチャックマン、回り込んで左手1本決めていきました。バンクショット、やはり前回同様この両者のお互いを一気に熟知しているというところ、3を狙っていく、決めていきました。佐賀にとっては大きな1本が決まりました。そして実際に現状1区の1位、盤石の状態で勝ち上がっています。ただその佐賀にとって悔しい思いは前回の越谷の連敗。3を狙っていく、決まっていきます。25番ショットクロックは5秒です。激しいディフェンス打たされた。しかし左コーナーから西、時間いっぱい、うまく壁を使って中に入りました。西川、中の西、しっかりと中にトールが通りました。前半のチームを引っ張っている二宮、ショットクロックは5秒。おっと、ここで奪った中央、これはなかなか止められない。ガルシア、前が壁を作る。ガルシアからちょっと乱れたが、岸田構わず行く、得点に結びます。さあ山下、中に入れてじわりじわりと体を寄せる西川、ここは佐賀にとっては大きなポイントになります。ワンショット残りは1分5秒全体ではあります。逆サイド田村、中に入ってチャップマンダンク、中にファイが取りに来る。そこを壁に使ってここで奪う。さあゴール下いい位置に渡りました。最後は鎌田が決めます。左のコーナーにフィーラー構えます。さあガルシアは中央突破だ。そしてフィーラーダンクです。ショットクロックは10秒。ここで奪った独走ガルシア、サイを壁に使って切り込む。コーナー手前、時間を目いっぱい使って決めました。一旦は一桁点差まで詰めた越谷でしたが、佐賀今日はまさに快勝、75対60。